はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回は黒金商業でサクセスをやっていきます。で、黒金商業ですね、実装されまして、で、自分はね、ちょっとアプリの方では黒金商業やったことないんですよ。なんでサクスペで、黒金商業が、デビューになるんですけれども、今まででね、確か4人くらい作ったのかな、4人くらい作ってみた結果、やっぱりね、この K マネーのね、使い方が難しいですね。なんか余ったり足りなかったりみたいなまああとね、商品何が並ぶのかっていうのが運があったりするんですけれども、まあ、結構運要素が強い方向ですかね、今まででやった感想としては。で、ポジションの方は今回星を作っていきます。キャッチャーですね。で、イベントデッキの方が、スッスをね、あのパワープロ2016との連動キャンペーンでスッスの SR がもらえたので、ちょっとキャッチャーを更新していこうかなと思ってます。で、スッスから球界の頭脳もらって、トシ君からささやき戦術で、ただのから鉄の壁と。で、滝本とスッスのコンボがあって、ここでね、鉄の壁をもらえる可能性もあるんですけれども、一応鉄の壁を安定させるためにただのを入れてます。で、一応草の魔術師ですね。で、キャッチャーに魔術師ってどうなのかな、ちょっといまいち効果的にはわからないんですけれども、まあ一応入れてます。で、本当はね、ストライク送球入れたかったんですけども、まあストライク送球を入れるキャラがいなくて、まあとりあえずこんな編成ですね。で、あとは新島ちゃんを連れてきてますという感じになってます。前さん後さんですね。じゃあやっていきますか。まずは友達スタンプを使っていきましょう。そうで、お金はね、練習のポイントがそのままお金に直結するんで、一応ちょっと調べてみた結果、編成的にはやっぱりね、なるべく早くタッグを組める、まあ、表のテーブルを持ってるキャラがいいみたいなんですけれども、まあ、それだけで選ぶのもあれかなとは思うので、まあ、そこはあんまり気にせず選んでる感じですかね。どちらかというと、まあ、キャッチャーなんでね、金徳メインで、キャラクターを選んでますと。で、新島ちゃんのコツが来てるので踏んでいきましょう。あとね、ここはね、月1回第1週に金儲けっていうコマンドを選ばざるを得ないんですけれども、そうすると練習回数が減って、デートとのね、兼ね合いがなかなか難しいんですよね。まあでも一応彼女キャラは入れていった方がいいかな。まあ、今までね、せっちゃんを連れてきてはいたんですけども、今回初めて一応新島ちゃんを入れてきてます。11% か。そう、怪我するとね、金パクられるんですよね治療費とかなんとか言って、うん、大丈夫だな。コツ広角打法、まあいいでしょう。キャッチャーコツをね、安定させたいんで、ただのを連れてきてます。どうしてもね、スッスとトシ君だとね、キャッチャーコツがね、安定しないんですよね。ここはどうしようかな。9月のね、1周でね、ちょっと体力が回復するんですよ。で、金儲けコマンドですね。第1周目が金儲けコマンドになります。で、体力が20回復して、第1周目の金儲けについては単純に、まあ、どれを選ぶかですね、ログで確認を取りましょう。銭形とバイト、体力消費激しい、まあ、70円から100円が入ると。矢部とバイト、投資額は0円で、90から90、あ、これはあれか決まってるね。で、宝塚と事業、50円払うけれども、収入額が20から180なんで、まあ、減る可能性もありますと。ただ成功難易度はこれね、星がね、少なければ少ないほど、成功確率が高いっていうことですね。でいいんだよねで、宝塚と事業やりますか。まあ、なるべく金は増やしていきたいんで、 OKOKOK 大成功。180円と50円投資して180円だっけになったので、まあ、これがね、成功するか失敗するかも結構運要素があるんで。で、あとは、毎月1回購買部に商品が並びますね。で、この商品何が並ぶかっていうのも運なんで、結局同じのがね、並んだりするんですよ。スカウトとのお話の種、スカウト評価アップとかね。あと、これをね、どう買っていくか。多分10円のやつとかはね、普通に買ってっていいと思うんですよね。めっちゃ安いんで。
で30円のやつをねどうするかなんですよね。で高いのはねほんと高いんですよ、230円とかで、走力が4とかね、守備が4とかどうなのっていうのがねあるっちゃあるんですけど、タフドリンクデラックスはね高いでしょう、130円は。でさっき成功したから、まあ、敏捷一応増やしとく、30円だったらまあいいかな、スカウト評価も上げとく。黒金商業はね練習試合がないんでやっぱスカウト評価がちょっと厳しいんですよね。ただのこれはキャッチャーコツかなり期待できるな。ただのはねキャッチャーしか持ってないっていうのがまあいいところでもあるし微妙なところでもあると、もう一個くらい持っててもいいとは思うんですけど。であとはみんなの評価を上げていきましょう。ここ3人いるな、3人いるけど新島ちゃんの評価を上げていきたいん でこのまま、25円手に入ったんですけど、これが経験点ですね。でコツとかでもらえる経験点に関しては、お金には換算されないですね。そのまま練習したポイントだけが換算される感じになってますと。35%はさすがにできないんですけど、10月の1週でまたお金儲けコマンドでね体力が回復するんで、なるべくね休むは使いたくないんですよね。練習回数がそもそも少ないんで、金儲けと。さてさてさて何がある。これは桃屋と投資200円、200円がパーになることありますからね。頼むぞ、200円払って。 OKOKOK 540円。で購買部が毎回変わるんで、あパワージュースいいっすね、体力回復一応買っておきましょう。で買ったやつはアイテムを使うのところで、後で使うこともできます。いきなり使うこともできるんですけど、ハイセンス短編集これ結構出てくるんだよね、センス×が治るってやつ。センス×で始めるのも結構ありかもしれないですね。で今までのサクセスってセンス×をね直す方法がもう全然なかったんで、センス×が来たらうわーとアイテム持ち込んだらうわーって言って始めるしかなかったんですけど、ま、黒金に関してはありかもしれないですね。あと可愛いネックレスとかもね女の子の評価が上がったりするんで、まあ、もしかしたら恋愛のお守りもなしで行ってもいいかもしれないですね。10円のやつを買っていきましょう。30円のやつも買っていく。パワーバットってなんだっけ、パワーが本当か。で帳尻合わせはいらない、精神はキャッチャーなんで欲しいでしょ。で技術も欲しいでしょ。もういいのかなこういう使い方で、いまいち分かんないですよね。で練習 3% か、もう使っちゃおうかアイテム。パワージュース G、 よしいいね。ここではね本当に怪我したくないっす、金持ってかれるんで。あそうで監督とね練習するとたまに金くれるんですよね。でただのの金徳ですね。あこれ体力下がるんだっけ。でコツが来てるんで 15% か、キャッチャーもらえるときにもらっときたいけどな。やる、次はさすがに寝よっかな。あ練習か。コツメンタルに来てるわけじゃない。あーでもただのもメンタルか、評価上げとく。いや寝よう。これで体力が全開になるはず。やる気が下げられたけど、仕事のイベントで体力が削られてやる気が上がると。で金儲け。さてさてさて、もう監督とかはねもうマジやりたくないっすね絶対成功しないんで。ガマグチと事業かな、そうすると100円だし。
まあもちろん失敗するときは失敗するんで、よし OK。 50円のプラスか。新島ちゃんがちょっとできれば彼女にしたいんだけど、どっちかな、スッス新島か。ここもいいな、ここもいいけどな。とりあえず購買部を除こう。おパワージュースいいね。で万能スケジュール帳はね、サボり癖が治るって、これもね持っとくと結構いいにとは思うんだけどねでこういうのをどうするかだよね。あ、新流石、これね運が良くなって投資とかのね成功率が上がるみたいなんですよ。で新流石いっぱい並ぶ時があるんですけど、効果は重複しないみたいですね。あ、パワーヒッター欲しいな、これ買おっか。パワーヒッター欲しい金が減っていく。ほんとこういう使い方、万能スケジュール帳どうしようかな、持っとく、まあいっか。でここはお金を稼いでいきましょう。なんでこれ経験点がそのままお金になるんで、57?69 か、69だよね、そうそうそう経験点がすぐ分かるっていうのもいいよね、お金に換算されてるから。あ、そうそうそう、タックをね組めるようになると友情の証としてアイテムがもらえるんですよ。でもらえるアイテムはキャラによって決まってて、まあ別にそのキャラに応じたアイテムってわけでもないみたいですね。なんか全然関係ないアイテムをくれるやつもいます。サイガとかね、確かねアロマグッズみたいなのをくれるんですよね。これ何、え、何これ初めてちょっと怖いのはやらない、興味ない。お、いいね、体力が上がって、矢部の評価なんてどうでもいいかんね。で文化祭については基本練習試合でいいみたいですね。飲食店をやると多分体力が回復するんだけど、でこれをどこが呼ぶかだよね。うわー微妙だな、そうこれ微妙なところが来ると下がるんですよね。新島ちゃんの評価上げときたいな。でもなスッスもな美味しいからな。守備骨をね一回掴んでおきたいんだよな。まあ、キャッチャー来たか。これやる気下がるんだっけ。そういえばあんまりトシ君使ったことないですからね。で購買部一応な覗いておいて、なんだっけ、大丈夫かも。さてここをどうするかだな。新島ちゃんの評価上げときたいな。かといってな体力足んねえしな。ここら辺の調整がね難しいんですよね。結局20しか回復しないんで、金儲けやってもせめてね30回復してくれればもうちょっと違ったんだけどな。これは岩井くんと辞去やりますか。頼むぞ、お前に200円を託す。 OKOKOK、 おー大成功、今回なんかうまくいってるね。お、やる気が上がった。これキャッチャーコツが手に入ったかな今の。ブロックだったっけ、なんだっけ、忘れちゃったな。練習筋力柿本が来てるけど、アロマオイル買っとこう、1個だけ10円だし。で足パッタンとかどうでもいいかな、スカウトもういいでしょう。70円か、70円は高いんだよね。ここら辺はいいかな。でじゃあパワージュースデラックス使っちゃおうか。これね結構余るんですよね、溜め込んどくと。新島ちゃんそういえば全然評価上げてなかったな。チームメイトのね評価が上がるものもね売ってたりするんで、それが序盤に来てくれるとねいいんすよね。もうこれはダメ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 。でどん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 練習していきましょう。わあ新島ちゃんか、新島ちゃんどうすかな、もう間に合わないかな。だったらこっちだな、金を稼ぎつつ。59ポイントか、まあ悪くない、経験点的にも。守備練習図鑑か、
粘り打ち、粘り打ちはもう掴んじゃいましょう。でお金をさらに監督から巻き上げて、これはただのの評価を上げておきますか。で、また練習できるな。12月の4週だから一応ちょっと見よう。700円、結構あるねスカウト評価上げとくか。じゃあ筋力も上げとく、技術も上げとく。ちょっと結構金無駄遣いしてるっぽいけど、いっか余るときはね、めちゃくちゃ余るからね、こういう時に使ってこう。やっぱね、金はね、使ってこそね、経済が回るんすよ。溜め込んでてもね、経済は回んないんで。だからここで新島ちゃんと一緒に来れれば、またちょっと違ったのかもしれないけど、休んでてもよかったかな。で1月の1週だろうと金儲けに走りますたくましいね、やっぱり商売人は。これは祝いと投資かな。オッケー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 。あ、そうそうそう、1月はね、初売りがあるんで。これってなんだっけ、体力回復するんだっけ。ああ、いいね、いいね。いいイベントだ。で、購買部を覗きましょう。これ安くなってんね。買おう、買おう。もうどんどん買ってこう。金は使ってこう。新流石。あれ新流石って。新流石って。あ、そうだ。2個目だったっけ。とか思ったけど。草野がいるからな。盗塁、買ってもいいと思うんだよね。内野安打。内野安打はいらないか。精神。精神はね、結構使うからね。500円あればいいでしょう。筋力か、守備か。どっちにしようかな。48。筋力だな。多分筋力足んなくなるんで。滝本だけだとね、どうしても厳しいんですよね。さてさてさて、ここは心理的な駆け引きでいきましょう。で草野の金徳ですね。どうやって取ったんだと。これは進めていきます。まあ、基本的にこの編成だと切るものはなしで大丈夫だと思うんで。新島ちゃんどうなってる、ちなみに。全然足んねえじゃんこれはちょっと草野も足りてないな。さてさてさて、どうかな。おお、難しいね、やっぱりささやき戦術っていうのは。で球界の頭脳、これどうするっけ。まあ催眠術は切っちゃうからやらないとして、どこに付き合うでいいんだっけ。どれも下がるんだけど草野は大丈夫だね。新島ちゃんいねえな。でただのもらっとくか、経験点を。どうしても、うわー、来たー来たー来たー。おー、サボり癖にはならなかったけど。アロマグッズってなんか買わなかったっけ俺これは勝負に集中しましょう。監督のアピールはね、多分必要ないと思うんですよね、この高校。うわー、失敗しやがった。結局レギュラーになるのも金なんで、金が全てですね、ここは。でどうしようかな。無難に、無難に行くか、それとも狙っていくか。桃屋と投資200円ね、そのままする可能性があるからな。まあもちろん
意外と投資してもする可能性はあるんですけど、可能性的な問題だよね。でかくいくか手堅くいくか、まあ、ここも結構性格が出るんだけど、俺は手堅くいきますだから基本的にね、俺ギャンブルとかしないっすね。これは心と、よし、ブロック骨をね掴めるのもでかいよな。で、新島ちゃんは一応評価は足りてるってことだな、バレンタインくれるってことは。あとは告白のタイミングだけだ。まあ別に告白をするわけじゃないけど、新島ちゃんは。あ、アロマオイルがある使おうで、アロマオイルもう一個あったよね、使おう。いいね、いいね。こういうのがね便利っすよね。30円、あー、購買部の会員券で今買うのってどうなの。結局さ、割引になったとしても210円以上の元を取らないといけないってことじゃないです か、 だから安いの買ってると元取れないんだよね。どうすかな。スポーツジムチケット、チームメイトの能力が上がる、これはね投手の時に便利だと思うんだけど。で、この DVD 関係はねポイントを変換できるっていう感じなんだけど、これ最後まで持ち越せないからね。そうすると今回は、まあ、30円のやつはやるでしょ。70円のやつも買っちゃっていいかな。会員券どうする、金あるし買っとくか。買おう。販売価格が安くなったと。で、まあ、今回はこれだけっすね。さてただのちょいちょい来るね。キャッチャーはねやっぱり精神を使うから、特にやることがないぞこれはスカウト評価でも上げておきますか。で、この高校は特に合宿とかはないんで、ひたすら金儲けっすね。ガード土手まあ別に鉄の壁はそんなに重くないんでいいでしょう。で、ここも筋力を狙いつつといったところでいいかな。おい失敗しまくりだな。あー、ここでね体力回復のものあったっけ。ないよね。ここはしょうがないな。もう寝とくか。おいこういうのが多いな。これはどうすりゃいいんだ。別にどっちも入れてないからな。チームメイト評価か。はじめの方に来てくれるといいね。さて、事業か投資か。うわー、事業の方が伸び幅があるね。最低30円の保証がついてんのか。じゃあこっちしよう。成功確率両方星2だけどね。コンサルか。おお、オッケーいいね。失敗するときはめっちゃ失敗すっかんね。で、これは闇夜のノックに挑んで進めていきましょう。新島ちゃんの告白が来ないと。購買部を見て、タフドリンクか。広角打法も欲しいよな。広角、あれ、広角打法ってもう取ったっけ。嘘金の無駄になったな。で、本当だ悲しすぎる。そうか、こういうこともありえるのか。いや、普通はないんだろうけどいや、でもね、やる人多分いると思うよ。これどうしようかな。コツをつかむか、守備練にするか。守備はね、レベルが上がってからレベルが上がるやつを使いたいんですよね。まあいいや、ちょっとこっちに行こう。阿部ひか、オッケーで、フリーマーケット、
タフドリンクデラックス安いね。117円が58円、これ買おう。あとここでねアイテム売れるっちゃ売れるんすけど、別に売るもんないかな。でコツが来てて、草のスッス、スッスもな、守備コツがね欲しいんだよな。守備コツが、阿部ひはもう取っとくか。3で掴んじゃっていいよね。草野のね守備職も欲しいんだけど、よしこれで守備コツが来て、でこれは何、金で解決してみる。60円、あでも体力回復した。あー、新島ちゃんの骨格来たね。さあここからデートも重ねていかないとね。基本練習の方を優先させちゃっていいかな。これは草のコツを掴んでおこう。盗塁はさすがに2じゃ無理だから、阿部飛は掴んだでしょう。粘り打ち、バントか。バントどうしようかな。チャンスメーカーもな、まあ、きついっちゃきついからな。まあいっか、とりあえず今回はこのまま練習しよう。バントかまあそうなるよね。金儲けと、大金持ちはねあんまり成功しないイメージがあるんだよね。パピオンとバイト、体力消費激しい。これは普通、あこれやっぱりやめるとかってやるとどうなの。このくらいの金だったらやめてみよう。あまあそりゃそのまま何にもなしか。で購買部を除いて、これはちょっと買うでしょ。かっこいいサングラスって何、選球眼かかっこいいサングラスなんだ。選球眼ってときめきラブレターとかね、ラブパワーが発動する。こうやってさ、彼女キャラいなくても発動するのかね。ハイパー歯ブラシ、虫歯が治るとか。まあこれは特にないな今回は。守備一回練習して、まだレベル上がらないか。あんまり守備練ってやってなかったっけ。あクロスプレイ来たね。まあこのイベント自体もね全然優秀ですからね。ロックか、まあいいでしょう。で体力が削られるんで、これはここは練習して次、あれ次デートしようかなって思ったけど、まあ練習次第だな。いい練習があったら練習して。え何こいつ、アイドル百科なんてくれんの。アイドル百科って何、ただのとか初めてもらったかな。これは話を続けますか。なんかスッスのねこれ下がるっていうのがねどうにもな。守備連が来てるね、どうしようかな。4月の4週か。手元からねコツをもらっておくっていうのもなありだからね。その場合はもちろん体あたりは潰しておくとお願いします。よしチャンス。さてどうだ、取れポロ、しょうがない。
て金儲け。あ、そうだ、入札があるんだ。どうしよう、やべやべと投資とか、金はあるからな、体力減らしたくないんだよね。でもまあデートもしないといけないから、どうしようかね。ここら辺はパピオンとバイトしてデートをするか。そうするとうん、20か。パパラッチ、これはこっちでいいかな。お金は使いたくないしね。で、購買部を除いて、パワースナック、ああ、これね、チームメイト評価がアップするんだけど、今はもう必要ないよね。新流石とかよく出てくるな。火不思議2つあるし。まあでもコツ2だからね、2つ使えばコツ4まで伸びるってことでしょ。ミートバットとか、これどうする ?45 円だし買っとく。特に買うもんがないからな、今回。意気投合って何？いいやつか、なるほどね。これはちょっと高すぎだよな。あ、メンタルが来てるね。メンタルはやっとくか。デートがマジで進まないな、そうすると。で、ここの入札もね、結構幅があるんですよね。この100円で一発で終わる時もあれば、なんかね、350円くらいまでね、続いた時もありましたね。よし、OK。まあ、180、200円以内で収まってくれればいいかな。あとは練習、練習と、スッスは、守備骨はもうでも3でいいんだよね。守備骨もさ、1回でさ、5まで掴んでほしいよね。あの、変化球のコツみたいに。そうすればね、かなり使い勝手が良くなると思うんだけど。トシ君は、そのまま練習しよう。初球。ようやく守備が上がったな。で、金儲けに走って、で、ラスト金儲けっすね。6月で。岩井くんってね、なかなか優秀だと思うんだよね。よし、大成功。すげえな。これで球界の頭脳が手に入ったと。一応ちょっと練習を見るけど、無理だから、ここで何が売ってるか。アロマオイル、かわいいぬいぐるみとか。いらん。技術は買っておこう。え、金がめちゃくちゃ余んな、これ。そうすると。早急買おう。古びた壺を買って、200万円になりましたとか。あ、タフドリンクとか持ってたんだっけ。すっかり忘れてたな。アイドルってこれ何？あ、人気者になるんだ。へえ。売ってもよかったかもね。あと何がある？アロマオイル。これね、甲子園に行くとね、アイテムは使えなくなっちゃうんで、7月の4週までですね。で、監督の評価とかいらんしな。フルヒッターはさすがにいらんからな。技術90を上げて、すげえな。もうこれも金だな。金余ったね。そう、余るときはね、余っちゃうんすよね、どうしても。で、ちょっと整えていかないと、あれだな。早球は2で掴んじゃっていいかな。50、50、50か、どうしようかな。球界の頭脳はもうだっていいでしょ。パワーヒッターもそれなりに使うよな。できれば5で掴みたい。で、バントは草野が来たときにやって、初球はもう4でいいでしょ。あとは魔術しか守備職人欲しいよな。鉄の壁はこれで取ろう。ささやき戦術も高いけどしょうがない。もうこれはどうしようもないんで。よし。で、あとはちょっともう少し、そうか、動力を整えるか。ミートは D 欲しいよな。
で、パワーもとりあえず B にしておいて、で、僧侶がちょっと捨てておいて、守備コツはもうこれで上げちゃっていいでしょ。精神力が若干足りなそうだな。で、カッターも、D くらいまで上がるかな。そうだね。補給が上がらん。ここからちょっとデートをするか。基本的に美味しい練習がなければデートを進めていきましょう。もうお金はね必要ないんで。こういう進め方でいいのかな、いまいちわからんな。ただね、練習するとねお金はもらえるんですよね。これなんかね、参加してね、なんかいろいろ下がった気がするんだよね。まあ多分上がる選択肢もあるんだろうけど。これね、豪快なバッティングとかは無理だな。確実なバッティングにしとくか。うわー、滝本にやられたな。練習ができなかった。まあいいや、その分デートしよう。デートするのもね、お金がいるからね。まあ実際には K マネーは使えないけど。幽霊が怖いって、ゾンビとかどうなんだろうね。まあ、今のバイオハザード7は全然ゾンビじゃないけど、そういうのは平気なのかな。で、まあ一応覗きつつ、買うのは買っとく。これ意味あんの。しかし効果はなかった。まあそりゃそうだよね。あとは新島ちゃんか。ここもいいね。まあなんだかんだで経験点があるんで狙っていきましょう。71か、だいぶ手に入ったな。よし、早急。これで5になったんで。金はもういらん。これもね、最初の方に来てくれるとチームメイト評価が上がるんでよかったんですけど。ここはさすがに無理なんでデートをするとして、あとは能力だな。これだとさ、絶対打順下の方だよね。臨床も微妙に足りてないか。もう総力は捨てるしかないんでしょうがないです。私早急を上げておこう。アンダー製造機はちょっと置いておいて、パワーヒッターか。パワーヒッターないとちょっとねホームラン打つのが難しいから取っちゃおう。バントもね取っとく。一応これでいくか。あとはデートをしつつ経験点を稼いでいきましょう。 DD で打てるかね。新島ちゃんはあと2回かデート。まあ基本はデートにしておいて、いい練習があったらそっちに行きましょう。まあコツプラスタッグみたいな。あとねダブルタッグあったらそっちを狙っていってもいいですね。新島ちゃんとトシ君とかがダブルタックになって経験点稼げたりするんですけど。さて行くぜ。お金が余っちゃったね。500円余ったか。やっぱもう少し無駄遣いしてっていいのかな。まあただ今回はね稼ぎが結構良かったっていうのがあるからな。稼げないというか、なんか全然稼げないからね。200円とかそのままさぼったくられるから、失敗したみたいな感じで。今回ぼったくりが起きなかったからな。それは良かったけど、良かったけど結局金が余るっていうのもね考えものだよな。まあ、地方大会はね DD でもなんとかなるか。
甲子園に行った時だよな、打てるかどうか。これはもう確実に、お出かけですね。デートをしていきましょう。映画館に行って映画に集中できないってさ、どういう状況なんだろう。まあ俺映画ほとんど見ないからね、わかんないですよね、そういうのが。ああこれもな、お出かけでいいよね。無理くり体力を減らしてもしょうがないんで、終わらせておきましょう。インコース丸って取ったっけ？なんか取ってない気がするけど。まあかなり掴んだんで、最悪直撮りでいいかな。やっぱりな、守備職人安定しないな。草のコツが多いからね。まあそれなりだよな。まあ魔術師もね、取れないことはないけど、守備職人を取っておきたいよな。結構技術も足りてないか。そうだよな。で、決勝はね、激闘第一になるんですよ。いきなり入れられてんな。黒金大展開で迎える2回です。バッターは杉森、初球をスプリット取りました。2アウト、打ちづらい。うわー負ける、これ黒金追う展開で負けちゃうぞ、このままだと。杉森、第1打席はセンターフライに倒れています。投げた、これはいい当たりだ。とりあえず1点返して、よし。黒金レイドで迎える7回です。先ほどホームランを放った杉森、発進で取る。うわー、さすが友沢の正面。うわー負けたまあしょうがない、こういうこともある。いやー、あそう、これあ、これさ、お金がいっぱいあるともしかしてポイントがいっぱい増えるとか。でもさ、500円余って6ポイントにしかならないかんね。てかさ、入れる入れたスカウト評価お金で上げてったからねそうか、7月の4週でアイテムを全部使おうと思ったけど、それも結局使ってなかったのか。3500とかしょぼすぎだな。まあ大体ね、5500くらいはいくかな。でも5500はいかないか、5000ちょいは出たはずなんですよね。まあちょっと別に使わないから上げてもしょうがないんだけど、上げられるだけ上げていきますか。あとはアンダー製造機でも取る。ここら辺は無理だな。チャンスはじゃあ掴んでおこう。逆境、まあ、黒金はね、どうしても経験点っていうよりはお金の世界なんで、目に見えない強さがありますからね。このコルディアまあ能力的にはね、全然これでも一応 S いったんだ。微妙な感じではありますけれども、まあもうちょっとね、決勝大会てか甲子園までいければ、何点くらいいったかな、ちょっと分かんないですけども、まあ、黒金はなかなか難しいっすね。なんかうまい攻略方法がまだ確立できてないですね、自分の中では。まあ今後も何回もやって、またサクセスの方動画をアップできればと思っております。というところで、じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。